皆さん、こんにちは。この動画では、複数ファイルに対してファイル変換やエフェクト処理などを一括で行える便利な機能、バッチ処理について解説します。それでは始めましょう。まずはメニューの中からバッチ処理を立ち上げます。まず、右側の機能から処理したい項目を選択します。原因を追加します。追加したい機能を追加ボタンで選択できます。ゲインは音量を変更できます。デシベルもしくはパーセントで変更できます。OK ボタンを押します。ノーマライズを追加します。ノーマライズは波形の中の最大音量を指定できます。ゲインと同様にデシベルもしくはパーセントで変更できますが、0デシベルや 100% 以上には設定できません。オートレベルを追加します。オートレベルは音量だけでなく音圧も自動的に変更します。細かい設定をしたくない場合はこちらも有効です。フォーマット変更を追加します。ビット数を24ビット。チャンネルはステレオ。サンプリングレートを 96kHz に設定します。ファイル変換を追加します。ファイルの種類を DST オーディオの DSF を選択します。次にビットレート設定で 5.6 を選択します。この設定でファイル形式がDSF フォーマットの 5.6MHz のデータ形式にファイル変換されます。フェードイン、フェードアウトを追加します。曲線カーブで自由に形を変更することができます。起点を0、中点を 100%、秒間を5秒に設定します。この設定はファイルの先頭の5秒に指定した曲線カーブでフェードインが行われます。フェードアウトを設定します。こちらは先ほどのフェードインと逆に曲の最後に対してフェードアウト処理を行います。ミキサーのエフェクトを反映を追加します。ミキサーのエフェクトを反映では現在ミキサーに立ち上げているエフェクトの値が反映されます。DC オフセットの除去を追加します。DC オフセットの除去では、使用している機器の性能や周囲の電気的影響により、直流成分が加わり、本来の 0V からずれてしまうことがありますが、それを自動的に補正します。実行する処理リストは上から順番に処理しますが、後から変更することも可能です。挿入ボタンで任意の順番にエフェクトを挿入できます。削除ボタンで選択している機能を削除できます。ここで一つ注意点があります。ファイルの変換に関しては、実行する処理リストの一番最後に入れてください。バッチ処理はフォルダーごとに実施されるのですが、実行するフォルダーで任意のフォルダーを選択できます。また、書き出すフォルダーで書き出し先のフォルダーを選択できます。最後に実行ボタンでバッチ処理が行われます。いかがでしたでしょうか。ぜひこのバッチ処理機能を有効に活用してください。